水曜オリジンアワーお相手はしんとすけしゅんとしんとすけしゅり石峰と K チャッジですよろしくお願いします3月22日水曜日でございます、えー、紛れもない、えーね、22日ですねはいということでもう3月も第4週となりましたねーあーってことは俺さんからのメールがあ来るんかああなるほどる、ね、そういうルールだっけ うん、うん、まあ土曜日にオリジンライブも控えてるといったような週ですけれども、うん、やばいっすねもう3月終わり、うん、はいはいはいもうそろそろ忘年会誰か,かいやい,い,い,、ね、<laughs> いや早いです毎月言うやしこれはもう,はもう1か月に1回は言ってますねこれはねもうやばいですよでももうはい、はい、また一つ楽しみがもうなくなっちゃいましたよね<ー>早くもな<ー>何すかな何すか<ー>、ね、WBC ですよああ 初めて<ー>しんと<に>しんのすけ系でスポーツをこうくるの初めてだ、ね、<laughs> <助>あ確かになかなかしないですねしんとすけがってことに WBC、うん、<の>ワンパクボーイチャンピオンいや何と思ってるばやはい、はい、どこでやってればそれ <laughs> グランプリワンパクボーイチャンピオン違うわグランプリいやうと思ってたばやワンパクボーイ チャンピオンシップいいや。ワンパクボーイチャンピオン恥ずかしワンパクボーイクラシックか。ワンパクボーイクラシック。ワンパクボーイクラシック。優勝は新庄だよそれは。新庄剛志。新庄剛志が一位。新しいっぽいな。元一位は清原。勝新さんとかじゃないんだ。昔の選手ってこないんだ。いないからもういないからか。分かんない。個人だから。うん。WBC が今日。見ました。見ましたね。 前半ともうたよ。いやマジでアメリカにわんぱくっぷりが全然負けた出てなかったわんぱくっぷりがあ知らんかったら負けたんすね最後9回もうあっけなかったっすねまあそうっすねただちょっとしびれるシーンもあったじゃないですか ピッチャー陣はーはいはいはい。そう相当時はめっちゃ投手戦でしたね。投手戦でしたね。だから最後後半多分で鈴木が降りた最後かっこよく降りたじゃないですか。はい。 あの辺りからちょっと気合入って空回りした部分が最終回はさらに空回りした部分う映ってなかったんじゃないテレビにでも抜かれてなかったんやいやいないのにやいないのにギリでもいないってことどういうこと <laughs> いバイトしてましたよ、ずっと俺は。まあそうですよ、今日はね、ちょっとカリフォルニア、ロサンゼルス、ロサンゼルス。カリフォルニア州ロサンゼルスだから、はははいいいちょっと時間差があってね、向こうは夜かな。あ、なるほどね。朝方からスタートなんで、それはみんな仕事ですよ。俺もちょっと抜けたんですよ、途中見れなくて。ははははいいいい最後の方は見れたんですけど。でもインチキっすよね、テレビの感じ。 すかあったんですああ。シャーと思ってい。の日僕バーの出勤で仕事終わりが7時だったんですよはいはいあっちょうどでもちょっと席も入ってるししゃーもう缶ビール買っていつもは吉本影月さんの営業あるんでいないとこれはもう飲みながら応援だと最高ですしっかり見れるなと初めて飲みながら応援できるとこそしたら10時からなのよ試合開始 引っ張りすぎじゃないあ、8時から中継始まるけどそうえっで俺ももう酔っ払うさ、そりゃすげえな起きたら8階の表でしたよデイジ寝てるやしやでもすげえなすごいよね今までの振り返るんでしょ6000とか見てないけども酔っ払ってよく引っ張るな視聴率取れるんかそれ取れるんじゃないもっっっ雨ちょと降てて ちょっとと伸びたんかかないですけどあとあの野茂さんが始球式とソーダ監督も来てたじゃないですかちょっと5秒置きだったからちょっと歩くのがゆっくりだったんで多分2時間ぐらい歩いてたんじゃないですかいや長さよやだからマウンドまで長さよやだから計算に入れて放送するないかなっていうねまあまあでもいろいろよかったんじゃないですかでも僕は今までの中では4回あります今回含めて。 全部4回目ですよね。なんか一応あっさりはしたけど、なんか一応良かった気はしますよ。<あー S 2> 全大会みたいな後味の悪さはないですよね。あんまり覚えてないんですけどね。なんかもうあんまり覚えてないですけど、僕も。<あー S 1> んか後味悪っていう。もうできたら先般的なものを報道しないでほしいですね。<あー S 2> 先般はもう全部引き受けてほしい。先般若いから先般,先般、うん シュリー・シミネがどっかで誰かがなんかそのワンパクキッズたちの文句を言い始めたらはいはいはいいやいや俺が悪いからって絶対言ってほしいいやいや誰だばってなるでしょ山田のホームラン取ったのも俺だって言ってほしいいいえピッチョンじゃないよ中学生って言われてるから未せんけがらけよ紫のねえもうこういうのだかね必ずその SNS 系でそういう記事出ますからね例えば今回松田さんとか松田さんとか言われそうじゃないですか 絶対言われるんですよ。お、何かあったんですか?。いった、いっ一で。ランナーに、一、三塁とかでしたっけ。二、三塁かな、うん、で、しょ、サードゴロで。ちょっとポロっとしちゃって。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。一塁はアウトだけど。まあ、セーフホームに、ホームでさせなかったんですよ。うーん。ちょうどあの時、だが、見てなんか画面にまんま映ってなかったけど。天狗がいたんですよ。<laughs> <laughs> 腕組んで天狗がちょっと隠れ身の、ちょっとパッてやって。 ちょっポップでやったんですよ。じゃあしゃーないな。ファンブルしちゃって。なんでや見えてるの松田本人も見えてないという。なんでその点がアメリカにいるわいや、なんかたまたまいたみたいです。飛行機に紛れ込んで日本から。ちょっとなんか俺、風の噂ですけど。うわ日本の見方じゃないんだ、天狗。じゃないんですよ。そういうのではない。アメリカだったんか。アメリカでもないけど。ファンブルして、天狗の背でファンブルして、ファーストのゲげトファーストのョーに。 ヌラリヒョン,ンが夜は俺がファーストだよじゃないよ普に勝手に家に入ってくるタイプなんすよ <laughs> 勝手に入ってきたんですよい,いえその妖怪の種類はいいですよその詳細はまあまあでも僕ちょっと過去ちょっと引きずりすぎなんですよイメージ2大会連続優勝してるから当然だろうみたいなのあるんですけど前回大会今回大会が本当の力 力というか結果だと、思う本当は僕はアメリカとかも今回めっちゃ総力戦とか言われてますもんね。まあ、そうですね。今までよりしかも、でもピッチャー全体も完全に抑えてたすごいピッチャー、すごかったですよ。ごめんね、ちょっと黙らしてしまってちょいちょいなんか天狗とか言って突っ込まさせたっていう俺の一応優しさまでたの俺も一応何となく分かりますよ。見てましたし、でもまだあるんですよ、ジャパンは。 今度も。あ、試合がですか。え、あ、サイ決定ですか。今度は。オランダとこ、どこでしたっけ、あの。ワールドカップが。ワンパックカップ。ワンパック。ワンパックがまたあるんですよ。あ、ワールド。あ、あ、あ、あさって。明日の、まあ。あけて、金曜日の。12時ってことですか。なるほど。え、野球ですか。いや、ワールドカップ、サッカー。あ、サッカーが、あ、サッカーの。他のワンパックカップがある。いや、ダブル。アウェーで、UAE の。アラブ首長国連邦と。 えだからあそこにぜひ天狗系は出てほしくないんですけど青柳<ー>だから,だから、ね、しかも負けたからホームで UAE 戦最終予選強いんすねいやみんな強いんですよはあ<ー>どれぐらいって言ってももう。 どんな振りでも絶対笑いを取ろうとしないこと吹きぐらい強いんですよ。強いな。心が半端ない強い。相当強いなじゃ。絶対笑いに持っていいから。うわこれ負けそうだなじゃ。振りが良くても誰の振りが良くても。あいつも妖怪みたいなとこありますからね。そうなんです。確かにね。あいつだったんか。髪ぬめりですよ。あいつ妖怪。いそうだな。もうまだありますから。 はいはいはい。日本代表のスポーツは野球は今回あ終わってしまったけれどもっいうことですね。まあそうですでもまた始まるんでしょう。シーズンが。シーズンはそうですね。始まってますから。それはそれで楽しみか。そそそそうううう僕の大好きなバスケットボールも、ちょっとアメリカの方で、もうあと20試合ぐらいなんで普通のシーズンが。早っ 来月あたりからまた今度のプレーフ入りますんで。これ NBA ですかそうですね。な何でも。フリみたいなジョージまあまあでも言いたかった俺は。ワンパクがなかったですね。ごめんなさい本当に。でもいろいろありますんで、スポーツ。初めてじゃな二人2人ちゅうかシンガ。あ、あまいっすか すいません、ボート氏の今 nba の大喜利考えても、すみません。そうなんですよ、<laughs> 考えたいんですよ。危ない危ない。nba, <な> NBA じゃ、やっときますい一発。なくなったバナナあったってこ <laughs> <あ> <laughs> 何のために高かったかのあれ、あいつらは。でも、なくした時より、反転増えてるっていうね。ああ、ちょっと熟されてるみたいな。 それが正解ですね正解出ちゃっいや大間違いだよ三月ね終わりますけどもはいはいいろいろ日本を背ってこういう戦いもありましたがはい我々も週末はちょっと日本を背ってお笑いやらないといけないですよまあそうですねゲストも来ますよねはいはいはい本当もう日本を背負ってるようなもんですよねもう北海道からもう挟んでるそう挟んでるから南北で日本を背負ってるっていうか日本を挟んでる挟んでる戦いがうん 行われますから。からうん、はいはい。北海道の方からゲストが来てね。<え>で、えっと。どこまで行っていいの、これ。もう、一応、この商品をプレゼントするっていう。のも、一応、全然。いいんじゃないですか。ワニ、うん、先生も個人ネタで出るっていうのは、言っていいの。いや、出るよや。言っていい。メンバーなのには。<laughs> ととううデビューいやデビューはしてるよずっと毎月デビューみたいなもし出ないとしても言わんくてもいいはず別に全然集客に差はないけど出なかったら行った方がいいかもしれないけどじゃあ行こうみたいなお笑いというものに関してはちょっと俺も確実に言い切れないけど確実にただ人気に関しては多分半端ないと思う人気があるってことですか オリジン芸人人気ランキングやったら確実に上位いくと思います行きますかね確実ですこれはいったらも抱かれたくない男ナンバーワンが人気ランキングにもランクインするみたいなとこもあるかもしれないですねあなるほどなるほどね木村さんとかキムタクとかあそうなんだもうありますよねまあそうですもうんていうのこう比例して比例してはいはい人気がある人は嫌われるのもランキングされるみたいな うんありますからもうワニ先生、まあ、でも確かに企画とかではもうあんなハゲておじいの芸人なんで、うん、もうどんどん使い勝手いいんで<ー>もうワニ先生メインの月3連続やしみたいなこともなんかあるじゃないですか、ねはい、すごいい、ね、飛び道具棒がみたいなんでだからそういうのも含めてなんかワニ先生面白いなっていうような、うん 感じで見てくれてるお客さんもたくさんいるんじゃないですかね。うん、いやもういますよそれは。うん、絶対いるんですよ子供にも人気だし。うん、人気ですかね。ワニ先生が MC してんの見たいんですけど。はい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 。一回戦みんなのねなんかこう雰囲気が悪くなる。<laughs> <laughs> なんでか知らないですけど。<laughs> うんワニ先生 MC 面白いな。面白いだ一回なんか愚商デパート。 西川,川高校のあれで MC とかネタとかやってて多分あの科学実験賞とか,なんか3つぐらいコスプレしてたんですよ科学実験賞がもう自分のネタですよみたいにやってるのがちょっと僕はそこだけはちょっと危ないんじゃないかって思ってあれはみんな科学の人たちので作ったもんでしょあれはまあそうっすよね確かに絶対になんか川先生ちょっと携わってるからみたいな流れはちょっと。 まずいっすねあれお笑いにしてというかいくら年上だとしてもちょっと思いっきりお腹瓶頼らないといけないそうっすね誰かがね教科書にも載ってることではありますもんね見たことあるのしんべ僕はあの僕しかしおげつてたも俺の実家なんですあちそういんですあそうなんですねさすがだなと思ったのが僕は写真が送られてきたんですよ「ニ先生が出てたよ」ってその3つぐらいコスプレ「侍とか。 みたいな侍っぽいかつらつけてると、科学実験っぽいあのはお白衣羽織ってるとか、その三つとも全部チャックがいたんですよ。すげえな。さすがだなと思って。コスプレは変えるのにチャックは変えない。すごいな。とみんな黄色かったんですよね。シャツと全部。シャツも黄ばみが。あとこだわりがありますからね。どこ固定してれば。どこかセピア風。 その写真は誰が撮ったかによりえに <laughs> <で>。なんでワニ先生撮った写真がフルボケるば。でが映らない的なね。でなんか映らんなみたいな。<laughs> な画面邪魔するなみたいなね。うんえー、まあまあでもそういういろんなねいつか楽しみもありますんでちょっとライブも来てほしいっす、ね、ですね。ですね。たくさんの人にね。はい、えー、今週土曜日はえー、っとまた18時半開演18時半会場19時開演で国際通りの天武ホールで。 チケッ1,500円でやっておりますんでね,ね <え S 1> ぜひ来ていただきたいですねはいなるほど <うん S 2> もちろん僕たちは前説ではい頑張りたいと思いますさすが前説で何か時代を作ろうとしている芸人ですよねもうそうですね要ははいはいはいこういうのでもチャンスっちゃ本当チャンスだと思うんですけど何回も言うんですけどねあのここに <laughs> もう切り込んでっていうことですよね要はあの芸人さんとかあの本土の売れてる人たちって 営業とか地方で相当儲けててる人っ別にテレビがメインみたいな感じになってるけどうん、うん、なんか消えたあの人たちは何してるっていうのはちょっともう言ってはいけない感じじゃないですかむしろテレビに出てる人より稼いでる人もいるっぽいでしょ。かとか一発屋って呼ばれてた哲恵さ,さんとかも。 うん、いっぱいやってますし年収何おそらく何千万とか下手したらうーんでも,もしかしたら前説でもものすごい扉開くんじゃないかなと思ってて前説芸人としての<ー>はいはい前説芸人としての幅広げてそうな,んすなんか綾小路君まろさんも歌手演歌歌手さんの地方を回って前説としてずっとやってたんですよねでしたよねへー 演歌歌手のなんす演歌歌手とか付き人とかしててまあ前説みたいな。とかですねでもそう考えたら沖縄ってやっぱりもう安室奈美恵さんとかアクターズスクールさんから始まり今の民謡とかネットワークもすごいじゃないですかビギンさんとか今の民謡の木山商店さんとか沖縄音楽っていうジャンルが確立してるじゃないですか。 やっぱりこの確立したやつのもう前説っていっていろんなもうビギンさんの前説とかははい、はいあいいんじゃ金山商店さんの前説とかはい、はい、沖縄前説あるでしょ新十助さんも相当グイグイいってるからそういうパイプあるでしょいいいいまあちょっとなんかイベントでどんな顔で見てればや<え>いやユーストリーム用に顔作らんでいいよや いやロじゃないわよワッキーさん以外のロじゃないロって言ってたロッキ言ってましたよじそうなんだまあまあまあでもあるんじゃないですかあそれはいいなそしたらもう全国筒裏裏にある沖縄民謡居酒屋もう回りまくってねまずは三味線奏者の瀬良垣幸雄の前説から始めよういや俺なんかジリのやしやえ俺なんかジリーの三味線奏者やしジリいるわけ あいるんですよすごいはいあでもこんなのもパイプを広げていってるんですか、ねうん、まあ確かにそこから知り合いからっていうので面白いかもしれないな、うんなんか一緒にコラボしてやりたいなとか思ってたんですけど、うん、なんか埋設っていう考えはなかったっすね、うん、もうちゃんと契約書までかわからないけど売り上げのナンーとかそういうなんどれぐらいもらうっていうのもはっきりとしっかりと。はい いいですね毎月的なもんなのかそれとも固定でいや絶対10万ですみたいな絶対10万をもらいますみたいなああいいんじゃないですかいいんじゃないですか前説と言ってる以上前以外は出ませんとか出ないないんじゃないですか何個笑いを入れますか死に怖いなあれ5個って契約書書書いてますけど実際2個でしたよねこれ契約違反ですねってなったら死に怖いな あと受付もやりますとかね毎節の後は場内整理もやりますドリンクも配りますと場内のスタッフのギャラ一人削減することもできますとだんだん下げていってるな立場を立場を上げをしてたのに結局そうなっちゃいましたねまあまあでもいろいろ考えないとねはいはいはいそんな毎節もね見れるライブが土曜日にありますんでチケットはぜひね「水曜オリジンアワーメンバーからと。 言っていただきましたら、もうまた後日この話で盛り上がりますんで、うん、よろしくお願いします。うん、はいそれでは皆さんのメールもお待ちしております。はい、メールアドレス、origin.fm.naha.jp すべて小文字で origin.fmnaha.jp まで、よろしくお願いします。この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。 はいどうもリップサービスですえ森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたのかお今日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復 Z く間違いなし Z っってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアでふっとバカ良い品をいつも安くビッグワン,ビッグワン いや叫んでも無駄ださあ悪いことをしてやるぞちょっと待てーああこの声はちょっと待てーすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはいお菓子もラーメンも安いの。まだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れてたなすぐ行くぞ洗剤も安いないや早く来いよいしをいつも安くビッグワン はい、水曜オリジンが終っております。はい、えー、それでは、この時間は、この企画いきましょう。<え>コーナートライアル。はい,はい、えー、水曜オリジン側では、三つのコーナーをやっておりまして。えー、それぞれリスナーさんからメール募集してますよ。うん、はい。えー、その、え、三つのコーナーのうち、一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて。うん、また、新しいコーナーを投入して、どんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございます。はい。間違いないです。えー、そうですね。さあ。 じゃあそれではいきましょうかはいそれでは3つのコーナーのうちはいえとこうきてますかうん来てないっぽいっすねうんちょっともう全部あっとたなしですねじゃあ今日も全部全部来てないんだ全部来てないというかまこの「立ち上がれ目覚めよケージャージ世代」まこのアラフォーの皆さんのはい まあ昔の話を教えてくださいといったコーナーそして「真にたばこをやめさせる気にさせてください」ねまあもうこのタイトルの通りですけれどもたばこをやめさせる気にさせてくださいというコーナーそして「首里石峰ジュピノリへの道」はいはいねこちらプロパンセブンジュピノリさんもうつっこみしてるんですまだしっくりきてないしこんなしっくりたのどういうことですかんか前回なんかスタートでいきなりなんかつまずいたっぽいじゃないですかああこのノリツッコミのそうそうそうでもしっくりきてないですね しっかりと <laughs> 王将さんが残してくれましたからね <laughs> あこればっかりはメールは少なかったんですけど、うん、初のディレクターストップで、うん、もうこれはもう来週も入れましょうということで,そうですよ見抜かれて残った企画ですからね、うん、まあお楽しみにという感じですよ、うん、伸びていくでしょう、うん、おそらくはいはいはい大事大事、うん、最近あの、うん 二日酔い対策っていうのを、うん、ちょっと意識的に教えて教えてこれやってましたマジっすか教えて、うん、おこれめっちゃいいっすね俺も二日酔いするわけよあマジっすか、うん、教えたあのめっちゃいいなと思ったのが僕も死に二日酔いタイプなんですけど、はい、あの二つ大きく分けてやってる方があるんですけど、うん、まず飲む前なんですよお酒、はい、飲む前にあの油を摂取するっていうまあ。はい 脂質を摂取するってていうのがなんか大事らしく例えばヨーロッパでは飲む前はスプーン一杯のオリーブオイルっていうのがなんか常識らしいんですよ。でロシアでは飲む前はバターを食べるっていうのが常識らしくて常<ー>常識なの常識ならしいんですよこれ何でかって言ったら、うん、あの脂質を、うん、あの胃が分解するのに死に時間がかかるらしいんですよ。うん だからこのアルコールをまあ摂取し始めても,もう胃にずっと脂質があるからもうカバーしてるもう脂質を分解するのに時間かかってるからもう血中アルコール濃度がガーンと上がることがないらしいんですよ血中アルコール濃度がガーンと上がったら二日酔いにつながりやすいからそれを防ぐために脂質を最初に摂取するとだから僕もこの飲む前はもうコンビニ行ってなんかおにぎり食おうやつだと思ってもう全部裏見て脂質 一番高いの調べて、そしたらポーク卵おにぎりが一番脂質高いんですよ。やっぱポークが入ってるから。もうポーク卵おにぎりシーチキンマヨネーズとかだったら最強ですよ。なるほど。もうそういうのを食ってまず対策始めると。うん。そういうのに頼ってまた遅刻とかしそうだけどな。なるほど。この最近全然安さみたいないつさ。うん。そういうので遅刻しそうだけどな。いい、それはないだろう。メールがちょっと来てないんですよね。あおしょさん。 あ,いであと一個はあの飲んでる時に、まあ、飲んだ後でもいいんですけど、うん、この要は二日酔いの原因ってアセットアルデヒドっていう物質が原因なんですよアルコールが分解された後に水とアセットアルデヒドになって、はい、でこのアセットアルデヒドが要は頭痛とか<ー>吐き気とかを起こさせる悪い,い物質って言われてるんですけどあ<ー>こいつを分解しやすい食べ物を摂取するっていう。はははいはい、はい これさらにに分分解解でででききるるんだ最終的にアセトアルデヒドがまた水となんとかになってそれが分解されたらもう2日酔いとか関係なくなるんですけどそれがなんかイカとか鳥、うん、の胸肉とかごま、うん、とか、はい、まあそれぞれいろんな,なんかタウリンとかいろんな,なんかアセトアルデヒドになんか効く成分があって<う>このタウリンを多く含んでいるイカはなんか2日酔いにいいですよとか<ー>そういうなんか一覧があったんですよ。はははいはい、はい、うん だから僕もタウリンタタウウリリンンで摂取したらいいってことそうそう聞いたことあるなリポピタンデーよタウリン 1000mg 配合リポピタンデーのタウリンが何かいいとか書いてましたよへでこの前もう飲み終わってもういつもだったら死に二日用いしてるくらい飲んだんですよ潤仁助の打ち上げで1次会も2次会も青森もいっぱい飲んで打ち上げで普天間にあるふるさとっていうあのヤギ屋があるんですけどこのヤギ屋でいつもヤギ食って帰るんですけどえっ はい、もうその時はメニューにイカ汁があったんで「あっこの前あれ見たからイカ食おうやさ」と思ってイカ汁食ったんすよ次の日2日いなかったんすよこれはイカ食ったって記憶あるやしもう記憶なくすさいやでもこのヤギの時もだわけよあそうそう記憶なくしてもうイカ食ったことさえも覚えてないとかとかぐらいまで飲んだらもう意味ないんじゃないああなるほどなうん。 うんまあ、その飲み方にもよると思うんですけど、うんうん、もう一気に飲まないとか、まあ、当たり前のことは当たり前でこれイカ汁でしょイカ汁イカ汁すなんか汁の方にタウリンがいっぱい入ってたんじゃないのじゃあ, <laughs> あイカじゃなくてかない、うん、あどうあイカ炭汁そうそうそうイカ炭汁ああそうイカ炭汁すんか炭の方に何か入ってたのかなあそうじゃないですかそう,そういう可能性もあるんか、まあ、でも炭も結局生かすもんね元は。 ってことですよねうま味成分たっぷりでしょイカセミってでもこれ何回今今で何回この確率というか確率は一回です今後だな初めて一回目でなんか何でもそうなんだけどなんかやらんなあああいう粒とかもあるでしょ流行った時期のはいはいはい なんかあんまりだな今後やろうやさと思ったら全然効かんくなるパターンもあるしありますねもう全然なんですよあん気持ちの問題かなとあれとか何したっけあるじゃないですか最強のドリンクみたいなはいはいまあまあドリンク系そういうドリンク系何も効かないんですよね今までうんまああれもなんか二日酔いに効くというよりかは肝臓を保護するとかまあその用とかなんかいろいろあるんですよウコンのクルクミンとかも別に二日酔いを防ぐというよりかはなんか アルコールから胃を守るみたいなのてかもあったりするらしいそれとタウリンが入ってればもう完璧ってことね完璧ですねタウリンみたいな成分タウリンみたいな成分、うん、みたいなタウリンでしょ、まあ、タウリンもそうだし、まあ、タウリンと同じくなんかこのアセトアルディドを分解できる成分が入ってるのがタウリンだけじゃないのタウリンだけじゃなくていろいろんかあるんですよオルニチンとかよくシジミで効くえーはい、そんなのがなんか自生してたらいいのにな

病気かなって思うぐらい、もう本当に立てないから、立てないんですよ。立てないってすごいね。足に来るってことです。いやもう気分が悪すぎて、もう飲めなくなってる。単純に飯食った時の酒の飲み方とはい、はい、食ってない時の飲み方でも相当差あるけど、はいはいはいこれは大きいですねか。なんていうの好きっぱらの時のアルコールの時は次の部屋もちょっと厳しい。 これもほぼ確実。<ー>はいはいはい。それはなかなか好きっぱらにお酒はよく言われますけど、うん、本当にダメらしいですねあれは。あれはダメなの。あダメっていうかチェイサーってやるさ。あ水。あ水水なんか水って意外と基本的に結果水でいいんだよみたいなのない。あでもそれもめっちゃ聞きますね。あどういうことですか。なんかチェイサーって一応酔いざまし的に置かれるっていうは優さ。はいはいはい。だから結構良いざましっていうことは 何かこう分解というか、薄くなってるってことだよね、アルコールが分からんけど。ああ、そうじゃないですか。ということはもう。家に帰ってきたら、1リッターぐらいの水をがぶ飲みするという。うはいはいはい、そのパターンどうですか。あと、これいいらしいですよ。お前もやってたよな。一杯飲むたびにいっぱいっい、一杯水。あ、まあ、あ、あ、ね、あれはまあ、一応、まあ、酔いというよりか。は 喉のたためにやってたんですけど、うんうん、なんか要はアルコール飲んでたら利尿作用があるからもう死に水が体から抜けるらしいんですよへえ<ー>、はい、だから結果またこの体の中のアルコールの濃度が高まってしまうみたいな、うん、ので水をどんどん摂取したらいいっていうのはへえ<ー>そういうことなんだなんか薄くするんじゃなくて、うん、尿のためのってなんか俺は思ってますけどね<ー>要は全体のの血中のののあれですアルルコー度数は結局 その水で薄めるしかないからとかだよね。うん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 。全体の水の量を増やすみたいな。あああな失われた水を保管するみたいなことじゃないかな。もうもう無理あやっぱ水かな。いつももうこの産後、うん、はいはい。はい、こう飲んでるから。<laughs> いややすごいな。<laughs> みんなみで。注文しても。 プラス1本っ <laughs> いやいや、主語すぎるでしょロシア人みたいな飲み方してそうそう、うん、それ青森だからな、えー、しかもマトロ漁師かマトロ漁師かロシア人やしロシアの負けなしの知識なさんでいいよや <laughs> 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 マトロ漁師か限界やしいやもう本当にもう、どうにかしてほしいやつやこれマジ,いやだからマジで試してみてください次、次あの飲む前の油 くくさくないタオリンとかほかにもあるんだよだからもうあれで胃腸はたまにやるわけあの、はい、要はボトルちっちゃいのあるでしょタオリンとか入ってるはい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 錠剤飲む前にとかいうドリンクドリンクねはいはいはい肝臓を助けたり、うん、まあ分解するのも入ってるのかしらんけどああいうの飲んだりするわけ、はい、これがまた僕が調べてやってたんですけど、うん、なんかアルコール は入ってるじゃん要は楽しい時ってアルコールが入ってる時なんですよ回ってる時、うん、でこれがアセトアルデヒドに変わったら気持ち悪くなるんですよ<ー>、はい、だから一番お酒が強い人ってアルコール分解が遅くてアセトアルデヒドが分解がえ早い人、うんうん、要は悪いの時間が短くて楽しい時間が長いっていう人が 一番お酒強いタだからもう自分のタイプをまず分かってこのドリンクとかも選ぶといいって書いてましたね分からんからねあってきますよなんかあるわけアルコールパッチってのがあって僕はもう感覚的には完全にアルコール分解が遅くて要は楽しい時間長いんですよ1日目でも死に二日酔いをするからアセトアルデヒド分解も遅いと思うんですよははいだから悪い時間も長い。 強いいっとそれはや強くはない普通というかまあ2番手かな一番弱い人はアルコール分解が早くてアセトアルデヒト分解が遅い人要は楽しい時間短いのにずっと気分悪いっていうのが一番お酒ダメな人はあこれアルコールパッチしたらんかこの自分のタイプが分かるらしいですよ分かるらしいですよ酔ってないですだアルコールアルコールってどんどんアルコール回ってないっす ドラゴンボールでいったらだからもう強さレベル強さでいったらえっとこれはもうヤムチャだなヤムチャだめっちゃ多くないええあ俺天津飯ぐらいもう天津飯ぐらいへえ今度お願いしていいですかなんかちょっと仕入れてきましょうねちょなんか結構お手頃に書いてやっちゃったんでああ 悪い、悪い、悪い。ちょっと調べたい、うん、そういうの興味ある。はい,は,いはい、はい、はい。本当に。じゃ、これでタイプ見極めて、だから、今言ったのが、なんか。アルコール分解が、なんか。早めるドリンクを。このアルコール分解が、もともと早い人が飲んでも意味ないよみたいな。うんはい、はい、はい。とか、なんか、いろいろあるらしいんですよ。ああ<ー>。うん、という。じゃあどうしたらいいの。いや、もう、自分の適性を見極めて。 飲み方要は分どこどこで飲むっていうタイプ何回3パターンがあるっていう2パターン <AK S 2> 飲む前と飲む後だけなのか飲んでる途中なのかそれとも何か他にもあるのかみたいな三日前飲む3日前に飲んでくださいとかもあるのかその薬によってあなるほどでもまあ基本はもう直前じゃないですかね直前直後なるほど。うん どっちかとあと中とはいはい飲み方とかコントロールできないですけどねできますなんかいいペースで飲みましょうみたいに言うじゃないですかでもガブガブいきたいんですよ気づいたらな止まらないみたいなことはあってるそうでもないでしょ一瞬で覚えてるかでも確かにうんほぼ100%で飛ばすそんな回数もないけどその回数のほぼシーンはもう だもう僕はもう記憶飛ばします飛ばしに行ってますからね飛ばしに行って飛ばし会だって言ってます飲み会のこと飛び会飛び会ってそれメインだわ飛び会って選んだばえ飛びの飲み会だぞ飛び会はということでじゃあメールいきますかメールが来ましたいやありがたいいや前半のお前が資質を取るぐらいからもう来てたから来てたばやで俺ずっとこんなやつだたのこんなやってこんなやってお前にメール来てるよみたいなアピールしてたのにいいや言わんと。 もうすごい熱量がやばかったからよいやカロリーもね消費していかんさあそれではまずこちらいきましょうおやこれはもうアルコールトークで僕は温まってますんでねおいけるかただちょうどめっちゃ難しいと思います見た感じええあこれは第2週目にしてそんな難しいプロパン7のジュピノリさんジュピノリさんが乗りツッコミでイエーイっていうのがあるんですけども それを種類しめが顔輪郭なんか姿が似てるとはいはいはいそれでちょっと真似していこうとまあリスペクト企画ですね、はい、ええそうですねじゃあまず沖縄大好きさんからはい3つ届いてますえとりあえずやってみたいな、うん、じゃあ俺そのまま読みます俺三振が得意なんだよえ本当にねはいじゃあはいバット持ってはいそう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 これバット持ってねえー、っと「ティンティンティーン」 ティンサグーヌハーナヤチミサチニスミティウヤノユウシグウトゥヤチムニスミティバッティングカキバカイエ。ありがとうございます ちょっとエコーが効かなくなっちゃったんですけど、ね、ええエコーさえも俺を裏切るのか誰も,誰も聞いてなかったっすね今<お>いやよかったじゃないよいやオシさんエコーちょっとエコ, <laughs> エコーが効かなくなっちゃいました<ー>ちょっとあの一番エコーが必要な企画で <laughs>、うん、すいませんあのエコーすら僕をフォローしないというそんなに 別にエコーがそんな技術も別に大丈夫ですこのコーナー。いらないですかあそこでいいですかいや、今かかるんかい俺のところに虫が半端ないんかそんな虫飛んでないでしょでも調子いいっすね。いや、調子いいっすね。調子いいっすよ。いや、もうほんとに。まだいっぱい届いてるから。じゃあ、二つ目。あれ家の鍵が開かないえ、なんでよカチャカチャ。もしかしてガチャ焼いてたんかい いやぁ、いてたんいやぁ、いてどこに乗ればいいのかどこに乗ればいいのか折れた、折れた、今折れたねいやいや、俺折れてないっすよいやもうやらんと、やりきらないといやいや、乗りますもう、そう、そうですよね絶対何が起きてもやりきらない何が来ても乗りますからこう、俺が、ですよね俺が読むのじゃないか、こお前が読むみたいなイメージで書いてたのかな ツッコミも含まれた文章なのかもしれないなそこまで全部書いてくれてるそうそうそう乗り方も書いてるもはや沖縄大好きジュピリの道へそしたらあと一個あと一個とにかくこれ全部振りとしてそうですよね全部これこれこう乗りツッコミやってってことい全部僕が読むっていうルールでとにかく聞いてそれやるやもうやってみましょうじゃあもうこれは沖縄大好きあと一個いきましょうよしみんな変身するぞおう変身 ーンメール送信完了しましたそう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 ,そう返信してメール送信完了僕はメールマン画センドフォアユーユーゲットミメ t m イェ a i l YES! なにこれオッケーでしょ今のいいやいや最高だったさメールマンどういうことこれひも落ちてきましたねメールマンお前が言ったけどいやいや太陽が恥ずかしがって顔隠しよったなスイロドラマチックいいよドラマチックロマンチックな表現さあ沖縄大好きさんからでしたまだ届いてます巻旦那さんありがとます今回の選抜甲子園小嶋春の優勝ありますかねそっそう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 。 はるの優,優勝ね。うん。I want you.I <laughs> need you.I for you. <laughs> うんうん。こじはる先発出てないよ。イエー <laughs> なんか歌で逃げようとしますね。<laughs> 全部なんか歌ってからとりあえず考えましょうか、ね <laughs> ょ。今ストローク見えましたね。<laughs> ただでも、まだへの道だからね。 ジュピノリの家の道ですよそれは遠いですよそれはいやまずはここから入らないとそれはあの技はジュピノリさんも歌は結構多用するんであそうなのじゃあもう一回いつか本人呼んでちょっとやってほしいです10周勝ち抜いたらな10周勝ち抜いたらギャラもないのに確かにあれで相当稼いでるのにマキダノさんあと一個来てますありがとうございますシュリーさん今女の子とエッチしたいって言いませんでした そそううそうそういつでもしたいよ頭の中はそればっかりパイ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 イイ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 イ 今、沖江通りで何かが失われたでしょうね確かにね転倒とか気質とか <laughs> って <laughs> 何か失われた沖江通りの歴史が続きまして、<ー>また来てます国分寺の加藤ちゃんさんはい。はい、オ,<ー>オリジンコーポレーションってお弁当屋さんじゃなかった<お>最近はビールも飲めるんでしょう。乗り早かったそそそそそそねえ、オリジン弁当、わかりますね、えー、このじゃあ今日は魚フライと えー、サバの味噌煮の魚を選んで唐揚げに、えっと、サラダ菜のあえ物オリジン弁当オリジンコーポレーションお笑いと弁当全然違うイエー <laughs> あなんかあんまりイエー <laughs> っていうタイプないんだな <laughs> 全部イエーぐらいだ <laughs> 抑えめなんだビールも飲めるっていうのはあ本家のオリジン弁当でってことかなじゃあですかねからということで、うん、<お>ジュピノリさん円の道3通あ,ありがとうございます これはもう選手の密から大躍進ですねですね俺らと乗っかりもなかなかだったんじゃないですかいやマジっすかいやいやすごいっすでもよりもまたこのリスナーさんのこの振りもねうんまたいろんな工夫があってリスナーさんも戸惑いが見えるねリスナーさんもどうやって振っていいもう何でもいいですからね本当にもういいんですよ今うんもう不正解はないですからそう不正解はない大丈夫ですとりあえず乗るんでねうん はい、また淘汰されなければよろしくお願いします、うんはい、はい、えー、続きまして真にタバコをやめさせる気にさせてくださいありがとうございます愛に溢れた企画ですよ<ー>うん、これはもうタイトルのまんまのコンセプトの企画でございますはい、えー、行きましょうラジオネーム沖縄大好きさんよりいただいておりますありゃーすタバコの絵をホラー風にリアルに描いて審査に届けて恐怖感で禁煙これを週 一本人に届ける<ー>ほう何ブラックメールみたいないブラックチェーンメールみたいな感じえー、週一本ってどういうことかなタバコの絵をホラー風にリアルに描くと、うん、で、うん、これをシンさんに届けて恐怖感で禁煙だから要は昔のニコレッドの CM みたいなあーリコレッドみたいな、うん、なんか人面 なんかタバコみたいな、うん、ホラーみたいな絵を描いてそれをシンに届けると、うん、でシンが恐怖感で禁煙これを週一本人に届けるそれなんだ <laughs> これなんだ <laughs> わ最後がわけわからんなあ俺が禁煙成功して<う>その禁煙のチェーンをつなげていこうぜみたいなその絵を<う>またってことなんか例えば新たとかに渡せばいいんでしょうそれをタバコ吸ってる人にほうほう新たタバコ吸ってんのあ ずっ知ってますよ。じゃあめっちゃなんか痛そうったな。いやもう特に大丈夫です。大丈夫ですか？僕はもう大丈夫、全然大丈夫です。全然大丈夫じゃなさそうなかもしれないし。とりあえず今お腹いっぱいご飯食べたいなって。いやいや別のことを考えてた場合。ここにあります。さあということで、ええ真にタバコをやめさせる機にさせてください。メールは一本でした。はいありがとうございます。 まあ,あっ、違うこれかあ、なるほどねあ、ありましたね、うん 続きましてこちらホルモンコ発案よりいただいております。ズル賢しい種類石峰タバコ臭いシンケイジャージさんこんにちはビッグワンのホルモンコ発です。シンのタバコをやめさせる方法マルワニ先生の頭の油を集めてスプレーボトルに入れます。うわうわうわ。のタバコとライターを見つけたらスプレー吹きかけます。あらあらあら。タバコライターが汚染されて捨てないといけません。シンが見ているときにスプレーするのがポイントです。 え3つ目、えー、3つ目というか次のステップですね。うん、えオリジン事務所の喫煙所もスプレーします。えー、そしたら喫煙所も汚染されてベトベトです。うん、えシンがタバコをやめるまでスプレーします。みんなは1回でタバコ吸うしかありません。うん、え次のステップ、怒ったオリジン愛煙家がシン、お前タバコをやめてってお願いされる。あなるほどえ次のステップ、みんなのためにシンはタバコをやめます。解決、解決<ー>あ、そういう。 まあ、汁はワニ汁はあれなんですけど金、うん、あの、愛煙家から砂はじきにされるっていうのはすごいいいかもしれないですねはいはい、はい、あ、なるほどだってみんなとそワニ入りたいから吸ってるみたいなとこもあるじゃないですかあ、居場所作りじゃないけどみたいなとこあるんですよそうなんだ逆にちょっと禁煙1年ぐらいやってた時なんかいいなみたいなその。 コミュニティが側じゃないですけどこれね昔吸ってたメンバーがそうそうってこと行こうぜみたいなだから辞めた人を誘うのって結局やってる吸ってる人なんですよ行こうぜって一本どうだいって誘惑するのまたその道に連れ戻すやつみたいなそう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 寂しいからなのよ一人でも一緒に一人でも減ったのまあその場所には一緒に行っとこうよみたいなところからまた行こうみたいなだからその逆でもうお前やめれってうん いう人がいたらすごい。お、初めてこんなに揺らいでるな、リアルに。うん。新たに言われた、黙れっていうけど。うるせえって言うけど。シンさんタバコやめてくださいよもう。あゆむさんとかブーブーさんとかに言われた。お、マジですか。なるかもしれない。はあ。おお。そんなのがあるんだ。あじゃこの筋というかつくポイントはめちゃくちゃいいこと言ってますね。さすが。おお。 さすがホルモンさんありがとうございます続きまして西条フィデキさん皆さんこんにちは西条フィデキです前回の一物おっぴろけ作戦ではありましたね俺の一物をシンがタバコ吸うたびにおっぴろげてもう要は嫌にさせるっていう作戦ですねえシンさんの えー、離婚の危機にすら発展しかねないと分かりましたああこれでは本末転倒ですね、うん、さて新さんの禁煙について新たなアイデアを思いついたので報告させていただきますああ私は食事のあとや仕事の休憩コーヒーのお供など一息つくたびにタバコを吸います、はい、ならば一息つく暇がなければタバコに手がび <laughs> 伸びないということになります、うん、ならば常日頃からその一服タイムをなくせばいいのではないでしょうか、はい、ここでやはりり常日頃から寄り添うブツブツ ブツブツさんは<ー>、えー、ピアノじゃないですかいや俺かしん,しんさんがタバコに手を伸びる隙を与えぬようずっと喋りかけていてください時には穏やかに時には顔に唾がかかるほど抑揚をつけて飽きさせぬようにしましょうなるほどそれでもタバコに手が伸びそうになったらブツブツさんの一物でも見せてあげたら気も紛れるでしょうね、うん、根気のいる作業ですが相方の健康と口口臭さ の解消を考えたらぶつぶつも張り切って眺めることと思いますい。挑めることと思います。これまで以上に親密度が増し、新さんの奥様が嫉妬しちゃうかも。ケイジャージさんは二人の奮闘と仲の良さを温かく見守ってやってください。ありがたいでは頑張ってくださいね。私はメール書きに疲れたので一息ついて一服してきます。安場や,すばや、うん、そういうことになりますね。まれ、あ、か西城秀樹さん別に知ってもいいですもんね。 なるほど、うん、なるほど、これもやっぱりシー相方絡むとしっくりこないタイプですね。そうですね、でも一物好きなんでね。うん、なるほど。<laughs> なんか言葉やね。相方の見るの好きなんですか。いいそんなに見てないでしょ。<laughs> 俺の一物そんなに見てる何？何政治だったっけ？総政治。<製>何だったっけ？なんか言ってたの。言ってましたっけ？ お魚ソーーセジでしょそれは覚えとけよ。俺の一物、お魚ソーセージのくだり。あそっか、ハマキは覚えてたんですよ。いや、絶対かぶってるやしな。くだり。オレンジのシールを外したバージョン、色は。いいバージョン。だから誰しもその色でしょ。それでしょ、みんな、色大体。ねね まあ、ということで、<ー>え最上フィさんからいただきましてありがとうございます。ます続きましてセンダリさん、<ー>新しい言語があ、はいはい、前の通ったされたやつ前のやつがちょっと絡めてきてますね。はい、新しい言語を禁煙にする<ー>、えー、禁煙元年とか禁煙五年とか。 わかりやすいね。禁煙したい人は反強制的に禁煙してしまうよ。プレゼントは背の高い眼鏡の似合う男性希望です。タバコカジャーより汗臭い方がいいよねと。なるほど。しております。じゃあ俺禁煙五年にやめたからもう二年目だよみたいなのが。うん。そういったらややこしい。ややこしいな。なるほどね。なるほど。うん。ありがとうございます。はい。えということで MLK 四ついただいた。あら、会社。ありがとうございます。ありがとうございます。 さあ、それでは、はいきますか続きましていきましょう何 <laughs> で一瞬真のカメラに映ったの <laughs> だから映りたいなと思ってちょっと確認できなかった <laughs> ど,どれぐらいの距離があるんだよみたいなかぶっっててた、たるみたいなね。<laughs> さあいきましょう目覚めよ K ジャージ世代よいしょ,いしょ、えー、これはですね、えー、K ジャージの世代のことを言うそういうことですねこうなんですねシンプル さあまずはホルモンコハツさんからいただきましたありがとうございますえずる賢いシュリーシミネん天才シンさんあ人間国宝ケイジャージさんこんにちはビッグワンのホルモンコハツですこんにちは先週の話題の暴れ発着懐かしいな<お>オープニングの歌 無理,すどんな無理すんな無理すんな思い出すなみんなで逆立ちしてアイディア絞ったよね、うん、さて今回はあの頃の道徳のテレビの話道徳のテレビ学校の道徳の時間にみんなで見て感想文書いたりするんだけど新んとの時代は道徳のテレビ番組を見る授業あ,<ー>あったかな道徳の歌のオープニングの歌が口笛吹いて。い空き地へ いいたー懐かしし歌でしょ<ー>テレビの内容は学校内や友達同士で起こるトラブルなどが主で、うんえー、飼育小屋のウサギが死んでしまった話は悲しかったなケージャージさんはバカにして見てました <laughs> えちゃんと心にじンときてましたがこれからもよろしくお願いします小髪ということであそんなのがあったんだ、ね。今思わず 歌ってしまいましたけどすもう完璧で記憶にあるんです、ね、でこれはありましたね爽やか三組みたいなことじゃないですか道徳のテレビって多分そんな感じですかね確かにこれはもう NHK でやってたテレビをまあ録画してとかいうことなんですかね、うん、もうそのままリアルタイムリアルタイムじゃないですかねあ,うん、うん、あもう学校の授業に合わせてもうその放送もしてたみたいなどっちなんですかね<ー>学校が合わせたのかまあどうせ時間通りでしょう。 そっか確かに僕たちの時代は爽やか3組見た気もしますよ爽やかだった爽やかしてた爽やかですよオープニング僕高校3年の時の3組はもう地獄っぽかったですよあごろ爽やか3組の地獄あじゃなくてこの本当のリアル3組僕の時代の3組いや爽やかじゃない3組もあるよそれはそっかまマでもあって ありましたね僕は馬鹿には知ってないと思いますまだまだ冷めてはいなかったんです、ね、んまだ子供っぽかったと思います僕はね確かに道徳って難しいな今考えたら先生もどうやって正解を導いてたかわからないような問題いっぱいありましたよね、うん、問題とかあったっけテストなんか俺がなんか問題というか覚えているのはなんかこのなんか万引きをしたかなんか犯罪を犯してしまった 友達をが家に来て俺をかくまってくれと言ってるすごいな真の友情はかくまってあげることですかそれとも警察に通報することですかみたいな難しいな警察みたいなこれも正解ないやつじゃないですねうんでもそういうの哲学的な話になるのもう題材に取り上げてたからアメリカだったらかくまいますっていうのも日本だったら警察に訴えますっていう正解かもしれないですねかくまいますって言ったあれなの原点なの いやまあ点数っていうよりかはまあこの問題というかこの議題ああなるほどみんなで討論しようみたいなそう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 りますうそ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 うですそうはうあうそ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 さんシュリミーちゃんそしてケそジャうジさんこんばんはこんばんはうそ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 うよしそう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  えー、名称がわからないんだけど、はい、変わった形をした,したストローってありましたよね<ん>今ならメガネの形のぐるぐる巻きのストロー 8D の用とか昔記憶にあるのは音符の形をしたものやカラカラと音が鳴るもの中でも2、えー、人で一緒にチューッと飲めるラブラブストローは憧れたなドリンクが流れていくハートマークのストローが絡み合う感じなんかドキドキしちゃうよね ティィアンデ、ね、あ,<ー>あれはもうテレビの世界じゃないですか。<ー>一緒に吸ってこう行くやつでしょ、ハートマークとかがー。なんかイメージありますね。ビーチパラソルのでそで、うん、その真ん中に置いて。公園後ろでは、なんかね、遊園地の汽車、うん、とかが通ってるとか、そういうやつじゃないですか。これがもう大流行りした時期があったんですか、うん、大流行り、まあ、テレビでやってからそういう番組。 なんていうの、どうも。ああ、なるほど。まあ、流行るんじゃないですか。まあまあ特別なシーンでは、ワリ先生とかとやったら、ワリ先生はちょっと中に入れるタイプ。こわ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 。ちょっとワリ先生一生減らないんだけど、どんなに飲んでもどんなに飲んでもなくならないんだけど、なんでっていう。俺が出してるんだよ。やおさよや。種、ちっちゃい種みたいないっぱい置いたりとか。あれこれタピオカ抜きってたけどな。ワニオカがね。ワニオカ。今ちょっとぱっと思いついた発明なんですけど、別の色の。 ドリンクが、そのハートのところでま、まあ、うん、一瞬混じったときに、ピンク色になって、それぞれの口に届くみたいな。うん、ああ、いいっす、ね。こんなのよくないですか。あ、ね、まあ、要は、この器の中では、それぞれ違うドリンクが。そう、そう、それを。分けられて,て。分けられ。ききな、すきしゃぶ鍋みたいな。緑色と青みたいな。はい、うん、はたら、ピンク色になって。ああ、こんなん、流行りそうっすね。お、うん、あーいいな。特許取ろう。さすがし、ね、んは、えー、あれですね。なんっすか。あれですね。あれかい。なん、えー、も,もないやつ。<laughs> <laughs> さあ続きまして国分寺の加トちゃんさんから頂きました1973年から1年間フジテレビでやっていた超低予算大ヒット番組「<お>うん、くれくれたらこ」えー「賞味3分弱」えー「不思議な森に住む怪獣た、えー、タコラ」か。タコラは 木の家に住みその上から望遠鏡をのぞいて欲しいものを見つけるとそれを何とかして手入手しようとする場合によっては極めて暴力的な手段を用いるが、えー、多くの場合たみは失敗し手痛い報復を受けて終わるあ<ー>歌詞はこんな感じ「くれ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 っぺくれッペクリアルカクリアリンコ」 何でも欲しがるくれくれたらタコラかなわ <laughs> かんねえー、懐かしいねと思った人手を挙げて「はーい、えー、くれくれタコラの動画第7話死んでもらいます」では最後の方にやってる <laughs>、えー「剣さばきがタコラも相手も、えー、味があります」ということでそれ <laughs> 恐ろしい番組ですね第7話73年僕の もう生まれ世代ですねど真ん中。第7話で死んでくれて。なんか前回すごいな。地位が欲しかったんですかね何かの何かしらの。はい。人気ああなるほど人気映画の。お命いただきますみたいな。いやすごいな。さあ続きましてつとむさんからいただきました。はい。はいさいつとむです。 え先週ホルモンさんからのロゴマークの話でいろんなことを思い出しました、はい、1980年といえば僕が小学校6年生その時は、ね、ハ,ンハングテンこハンテンかなっていうあれかなとゴールデンベアのジャンパーが流行ってましたその時はアイビールックが流行ってましたね、うん、今 NHK の連続小説「べっぴんさんで」でエースブランドでおなじみの「バン」とか「 ワニのラコステなんかがおしゃれでしたよ。八十一年くらいから D.C. ブランドに流行が変わっていきました。今のおしゃれはどういったのがおしゃれなのかなっていうことで。わかります。僕高校時代バンが流行ったんですよ。バンのバック。バン聞いたことないな。V.A.N ってバンってメーカーがあった。んです脇に塗るやつじゃないですか。ああそっか。あれ B.A.N か。あれ B か。お V だね。V.A.N のバンって。なんか聞いたことありますね。オフシャワーは知ってる。オフシャワー。ああ分かんないですね。分かんない。日の出のマークみたい四角い色の。 ヤンキーとか着るやつですかああではない今は今もありますオフシャワーあるたまに見るときありますよあるんだ、みたいなこのゴールデンベアとかラコステとかはもちろん聞いたことあるんですけどハンテンあハンテンのハンは足の足のマグはい、ハングテン頼んでハングテンかそういうことですねなるほどということで以上 4通いただきましたごちそうさまでしたありがとうございますさあということでということではいえ3つのコーナーやりまして一番メールがつなかったのは「趣里いシミネ・ジュピノリエの道」だったでしたね一応3通でもう4通4通なんで今回は今回もディレクターズストップが何でも。 三回はやらないとわからない。ですね。ルールどうなったば。三回は。ちょっとこれに限ってはいいんじゃないですか。うん、残しましょう。やっぱり。おすか。育てたいって言ってた。さまずは。今日のでまだ。伸びしろありました。伸びしろ。来週で。来週でジ十ピノリさんに追いつくか、越さないといけない。なるほど。その覚悟。頑張らんとら。その覚悟でお願いします。皆さんのメールがね、もうこれ。 はい、もう助かりますんで、うん、メールで、はい、よろしくお願いしますそしてメールく,らくれたホルモンさんより、はい、差し入れもいただいてるんでおありがとうございますビッグワンのまるごとラスク三点セットおいしそうだいただきますすげえビッグワンさんいい美味しくいただきたいと思います三点も入ってるんか、はい ありがとうございます,とい,ますということで、えー、今週土曜日ですね天武、うん、ホールでオリジンライブやっておりますので、はいえー、19時から1500円でやっておりますぜひよろしくお願いしますはい,はいそれではまた来週お会いいたしましょう水曜オリジン側お相手はしんとすけしんとしんとすけ処理石峰とケージャージでしたありがとうございました